こんにちは、じゅんです。こんにちは、まりんです。はい、今回の動画はですね、はい、10月から始まっているリンゴルフフューチャーズトーナメント、動画の企画やっているアレンジマッチプレー対決の、ご協力をいただけるスポンサー様の募集の動画になります。まりんちゃん見てますか？まりんちゃんも見てますよ。はい、まあ、興味ない方にとってはちょっとつまらない動画になってしまうので、まあ、少しだけコメント読みも後半にやりたいと思っています。はい、まあですね、トーナメントとアレンジマッチプレー対決ですが、現状収支はですねどうなってるのかと言いますと、ぶっちゃけ大赤字です。あら大赤字です。はい、でもやります。はい、トーナメントは選手の皆様からもエントリー費はいただいているんですけれども、エントリー費の合計の倍以上を、賞金の総額にしていて、これはオーナーの竹内さんに頑張って出してもらっております。すごいですね。ありがとうございます。竹内さん、ありがとうございます。その他にも運営にかかる費用だったり、ホームページもリニューアルしなきゃいけないと、まあ、そんな状況でございます。そんな中、第1回目はコードクオリティ様にスポンサーをしていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、来年2022年は5回やると宣言させていただいておりますが、継続的にトーナメントを実施して成長させていくにはスポンサー様のお力が必要なんです。はい、現状のスポンサープランは、5万円、30万円、50万円、100万円がありまして、30万円以上からは一部を賞金総額に加算されます。はい、また来年からは、トーナメントに観戦できるラウンドチケットも考えていて、視聴者さんも気軽にご協力できる方法を考えています。見たいですか？見たいですね。見たいって言ってもらっていい？そう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 、そういう、そうそうそう、大丈夫です、大丈夫です。これから愛の手担当だ、愛の担当だ、わーとかすごーいとか急に参加して。ホームページをですねリニューアルして、スポンサー様の紹介や当日のぼりの設置なども考えておりますので、ご興味のある方はぜひ概要欄をご確認お願いします。はい、あとですね、動画の企画のアレンジマッチプレー対決も来年継続がしたいので、こちらは賞金5万円のスポンサー様を募集しておりますので、ぜひお願いします。アレンジマッチプレーのスポンサー様を募集した時にですね、選手のプレーの見学をしたいというご要望をいただいたのですが、アレンジマッチプレー対決の方は一般のお客様の前、あの組が前後にいるので、ちょっと見学はできないので、もし見学をしたいという場合はトーナメントの方に5万円のスポンサー枠を、用意しておりますので、こちらの方がたくさんの選手のスタートホールのティーショット、それからグリーン周りが観戦できるので、そちらがおすすめです。はい、ということで、11月2日から公開した第1回目のトーナメント動画から、コメントを少し読ませていただきたいと思います。まずは全選手27名の意気込みとティーショット動画から、はい、そのコメントですね。知り合いのお嬢さんが出ています。そう、これはね、そう、あの堀美佐子選手という、うん、あの子が出てまして、はい、ま、このコメント以外にも入ってて、うん、初めてリンゴルフとしては初めて出られた選手なんですけど、視聴者さんは知っていただいてて、まあ見てて、はい、あの選手がいるとか、知り合いだと嬉しいですね。はい、すごい、はい、動画出してよかったなって。確かに、そうですね。あとですね、ゴルフサバイバル優勝の実力者も出ているんですねと、素晴らしい取り組みだと思います。そうなんですよね。うん、結構その、まあ、リンゴルフって普段ゆるゆるな動画なんですけど、うん、トーナメントは実は結構ガチで、うん、そうですね、そうやってて、結構あの賞金をねガチで取りに来てる選手が、ちゃんとプロを目指してる子たちが出てるんで、はい、すごいあの真剣なトーナメントです。真剣だね。そうですね。あとですね、待ってました、タイちゃん頑張れということでね、よく出てくださってるタイちゃんの応援コメントがありました。はい、次はですね、表彰式の動画なんですけど、なんと初開催にしてホールインワンが出てしまうという嬉しい大会になりました。すごいですね。これすごくないですか？すごいですね、なかなか見れないのに、うん、
出ちゃったという。そうなんかアテストを僕やってたんですけど、うん、あの今選手からスコアカードもらう、うん、1って書いてあって1 あれは前半で出たんだっけ。そう前半で出たの。そうだからなんかみんなして興奮してチュン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 ホールワンだよとか言って、すごい。そうなんかねざわざわしてた本当に。ざわざわしてたね。そう、ますよね。そうでさあの初開催で、はい、パネルがねホールインワン賞とか、確かに。そうそういうパネルをね用意しなかったから、そうそうそうまさか出ると思わなくて、確かに。でもね急遽ね、あのあそうですね、ホールインワン賞の賞金を用意して、うん、そうですね喜んでいただけたんじゃないかなと思いますし、まあ、次回はホールインワン賞出るか分かんないですけど、パネルは準備するということで作っちゃっていいんですか。まだ作ってないですけど。あ作っちゃって大丈夫です。アルバトロスも作っちゃう。アルバトロスかっこいい、はい、ホールインワンとアルバトロスを作るんですね。分かりました。賞金は当日あの竹内さんがポケットマネーで、ポケットマネーでいただけるということで、皆さんホールインワンも狙ってぜひね賞金ゲットに挑んでいただければと。はい、あとは選手の皆さん、運営の皆さん、お疲れ様でした。いつか観戦に行ってみたいですというコメントいただいたので、まあ、観戦は5万円で見れるということで、うん、そうですね。まあ、あと来年はさ、あの視聴者参加型っていうので、うん、あの今考えてるのは貸し切りにしてプレーもしてもらう、うん、いいですね。そうで、うん、空いてる時間でティーショットを見たりとか、まあ、グリーン周りを見たりとかっていう感じの考えています。はい、わかりました。で今回は後半の9ホールを一組だけ密着して撮影したんですけど、なんとこの組から優勝が出たんですよ。たまたまなんですよね。すごいですね。はい、第1回目すごいですね。ホールインワンという優勝者を決めるという、すごいですね。そうなんですよ。誰がその組取った方がいいよって言ったかちょっと聞いて、まゆちゃん。ちなみにそれは…それはもう大丈夫です。あれ大丈夫。ヤマちゃんね。ヤマちゃんが、この組がいいぞということで。ヤマちゃんが…ヤマちゃんがいろいろね。まあ、あの、ほのちゃんがね、いたから、そう、あの、ちょっとやっぱ知らない子たちだと、はい、僕らもちょっとこう、いいですかって言いにくくて。そういうことが…そういうことが…そうです、そうです。まあ、すごい、神がかった動画でした。はい。で、その密着の動画はあのトークがやっぱ全然できなかったので、まあ、楽しんでもらえるか、まあ、当日も不安で解説もできないしどうしようみたいな、もうただ後ろでこっそりくっついて歩くみたいな、そうですよね、やってたんだな。そう、なんですけど、まあ、どうだったかなというところでコメントがですね、純ちゃん無理に話さなくていいよ、ピリピリとした緊張感が伝わっていいよと、結構その緊張感面白いっていう風に言っていただいて、私もホッとしました。伝わってよかったです。僕もホッとしました。いつも動画出すとき2人で大丈夫かな大丈夫かな。大丈夫だったな。コメント優しいコメントは本当もホッとする。そうですね。助かります、いつも優しいコメント、はい、ありがとうございます。はい、ということで、初開催にもかかわらず出場してくださった選手の皆さん。ご協力してくださったスポンサー様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。次の、12月23日開催の第2回も、頑張って開催して、来年の開催では視聴者の皆さんも参加できるような形を現在模索しておりますので、ぜひリンゴルフフューチャーズトーナメントの応援をよろしくお願いします。はい、ということでこの動画は以上になります。はい、じゃあマリちゃんのチャンネル登録、はい、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメントも待ってます。お願いします。バイバイ。バイバイ。